おはぴよー、どうもひなぴよと。はい、どうもドリーです。はい、ということでアリスメアの続きやっていこうと思います。ワクワクするね。するね。なんかね、世界の鍵をもらったとこで終わっちゃったね。チシャネコが怖かったね。で、ここ入れる。チシャネコなのかな、わかんない、適当言ってる。でそこの扉から入るところ。そう、あれ名前なんだったっけ。レティちゃんか。レティ、リック、どっちだ。レティちゃんか。あ、アリス、おはよう。アリス、あ、そうだ、アリスって言われてる。この世界今にアリス。そっか。ねえねえねえ、私今すごく退屈なの。あ、そうなの。一緒に遊びましょう、遊びましょう、遊びましょう。いいよ、イエーイ。何何何しようか。クローゼット開けちゃう。開けちゃう。おままごとじゃない。クローゼット開けちゃう。クローゼット開けたら何があるんだ。怖っ。開けるか。待って待って、さっきの言い方怖いんだけど。よいしょ、開けよう。開けるす。いや、え、何。大丈夫だった。大丈夫だった。ビビる。別の世界来た。ここ寝てる。なんか音がする。お、おやすみ。うん、BGM だった。何の世界だ。なんだこれ。知らない植物。よく見ると中に何かある。歯が固く絡まっていて素手で取れそうない。なるほど。この BGM なんか聞いたことあるな。でナイフゲットした。でくるみ割り人形みたい。合ってる？わかんないけど。なんだっけ。ですごい音鳴ったな。手帳の切れ端を手に入れた。なんだろう。お。わお。私のお家は森の奥にあります。動物もたくさんいるし、空気も美味しいわ。とてもいいところなの。家族はお母さん、お父さん、あともう一人。うん。その子はいつも一緒にいる。いてくれる。おはようからおやすみなさいまで。顔の提供で。でも一緒に鬼ごっことかして遊べないのはちょっと残念ね。どういうこと。うわ、うい、あ、誰か来たよ。何、はい、でしょう。あ、先生。はい、はい、先生はこの世界にはいるの。先生はいない。いないか。いるかな、わからない。先生なの。先生じゃなくて。先生じゃない。マザーグース。先生、先生、え、先生なの。わからん、もう読めない。なんだ。 The Queen of Hearts、 The Queen of Hearts、 She made some Tartus All on a summer's day。 The カナブ。カナブ。カナブ。え、ネイブオブハートじゃない。違う。ネイブオブハート。He stole the tartus and took them clean away. The king of hearts called for the tartus and leave the neighbor for sorry. The neighbor of hearts.あ、またが分からん、まず。何だったんだろうね。なんか、え、先生のイントネーションで何。先生、先生じゃない。先生、分からん。え、先生なの。分からん。やばい、大きな謎だ。分からん。標準語は先生。先生、まじ、まあまあ、混ざっちゃった。もう先生、あれ、自信がなくなってきた。で、さっきのどんどんは何だったんだろう、うんうんうん、ベッドが2つある。あ、タンス、タンス、タンスだよ。あ、そうなんだ。中身足りない、メダルない、はい、ない、ない、はい、洋服が入っている。袋はボロボロ。外は薄暗い、うん、外見えるのか。暑い。美味しそうなキノコだ。へー、キノコは危ないよ。美味しいやつだったらいいんだけどね、うんうん、美味しそうな匂いがする。水は、うん、あ、出ない。で、これはなんだ。このメモがある。みんなへ、金のメダルを知りませんか。寝る前はポケットに入ってたんだけどな、うん、見つけたらタンスの一番上の左側に入れておいてください。父より、うん、一番上の左側に入れておいてください。タンス、
寝る前まであった。どこのタンス？それ？ん？いや。タンスってさっきのこのメダルないないの人？あ、メダル。お、なんだ。あ、ベッドの隅っこに何か落ちてる。わあ、やった。なんか知らんけど手に入った。それか、メダル。お前持ってるメダル。入れろ、元の場所入れろ。え、一番目だよね。ね、うん。一番左。左だよね。うん、メダル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 、元の場所、ありがとう。いや。これあげる。サンキュー。手帳の切れ端。切れ端ばっかり。ね、うん。僕のお母さんは本当の母さんではありません。本当の母さんは病気で亡くなったと聞きました。うん。今の母さんはよくあの子に意地悪をします。だから僕がそれを引き受けます。辛いことは全部引き受けます。でも叩かれたりすると僕はあの子を守れません。一心同体なのか。お、なんか音がした。語ってたね、うん、もしかしてここ開いてなかったのか。ああ、なんか腹が、いいの。どういう世界なんだね。ワンちゃん？猫？テトリス遊ぶ？あ、リスか？ん？え？え？リスだね。あ、テトリスだ。おお。急に始まるテトリス。おお、あ、縦にできたりするね。これクリアしないとなんかないのかな。わからん。これ意味あんのかな。レベル2、ほうほう、レベルとかあんの。へ、あ、もうやんない、やんない、やんないだけか。何かあるのかと思ったね。あ、誰。うん、喉乾いた。あら、なんか光ってる。え、あはん、あはん、拾う、拾う。うん、のかけら。何のかけらだ。うん、お水かと思った。お水はどこにあんだ。井戸か。あー、井戸。あー、なるほど。じゃあなんかコップとか。コップ、あ、コップ、あっちの部屋にあったな。うんうん、これか。ヒュー、よし。あ、そうだった、押さないとダメだった。え、うん、 あれ、あ、使わなきゃダメなのかこれは。あれ違うのか。ああ、そっちか。なるほどね。うん、糸の隅に何か落ちている。あ、切れ端。手帳の切れ端を集めていくの。そうだね。ある日お母さんが、お母さんが、お母さんが、ある日お母さんが散歩をしましょうって言ったの。私は嫌だ、いや、ペッパーチャーシー。めっちゃ噛むな。私は嫌だったけれど、手を無理やり引っ張られて森へ連れて行かれたわ。ほう。いつものようにたくさん歩いてからお母さんが休憩しましょうって言ったの。うん、あなたはここにいてねって言われたからずっとそこに座ってた。暗くなってきた。怖い。真っ暗になっちゃった。怖い。怖い。だから目を閉じて、その子とお話しした。やっぱり、二重人格とかなのかな？あ、名前、好きな食べ物、苦手なもの。驚いたわ。私と全く似てないのね。ねえ。これは、あれか、レティちゃんとリックくんの、過去の話とかってことなのか。うん、喉乾いた。お水。おお、勢いよく。井戸の水って訓練すぐ飲めるものなのかな。ね、あ、元気になったね。うん、はい、ありがとう。喉がカラカラだったの。
気がついたらここにいて、でも誰もいないし怖いから動けなかったの。アレンはここがどこでなんでこんなところにいるのかわかる？でもアレンって呼んだことにちょっと今びっくりして、あ、そう、片言になってしまった。アリスだったからね、うんうん、じゃあこのレティちゃんは本物のレティちゃんってことか、うんうんうん、夢？そうなの？そっか、私が住んでいたところそっくりだからびっくりしちゃった。あのね、リックがいないの。夢だといつも手をつないで一緒に遊ぶのに、一人だとすごく怖いの、リック。アレン、そうね、一人じゃないわ。ここは夢だし、覚めたら元通りよね。じゃあ遊びましょ。夢では他の子と遊ぶの初めてなの。後ろの看板、私は字が難しくて読めないけど、アレンは読めるでしょ。何か謎々っぽいの、とても面白そうよ。謎謎、ほう、あんまり走ったりはしないでね、私足遅いから。一人にしないでね。なるほど、うん、なんかいる、なんかいる、あ、これか、うん、やーやー、なんだ、読む看板、読む、二つの道はよく似てる、でも道の先は少し違う。ロゴが違うの、数字で教えて。どういうことだよ。あ、なるほど。1、2、3、4。よら、よら。うん、数え、あ、教え。お、ロゴが、はい、よ、ま、ま、はい。全部読めたんだ。すごいな。私、お勉強嫌いだから、勉強時間抜け出して先生によく怒られちゃうの。でも時計はもう読めるのよ。すごいでしょ。うんうん、すごいね。小学生ぐらいなんかな。そうだね、年齢的には。何これ、何これ、 1,2,3,4。 あ、これが 1,2,3。 あ、調べる順みたいな感じ。どうなんだか、うん、うん、うん、左上、間違い探し、間違い探し、あ、そういうことね。え、分からん。あのこっちとこっちで、うん、ああ、なるほど、間違い探しをすると、うんうん、間違い探すか。うん、一マスずつに一個ってことなのかな。間違いがそのこのマスのどこかにあるんじゃない、この、うんうん、1,2,3,4,5,6 のどれかに間違いが1個あるってこと？うん、あ、何個あるか。まずここが違った気がするけど。確かに、うん、ここだ。これが1個、うん、なんか結構違う気がするんだけど、うんうんうん、他のとこもちょっと見ながら。1、うん、うん、あと同じか、同じっぽいか、同じか。どういう説明だったっけ。 1,2,3,4,5,6。 はい、あ、小さい数から半角で、あ、小さい数から、あ、は、お、どういうことだ。 1,2,、え、あ、ん、1、ん、間違いが多い数から順番でってこと。多い数、 1,2,3,4,5,6 の中から、うん、中でその間違いが多いやつの順番に並べ替えるってこと。あ、じゃあまた他に間違いあるってことか。あるってことかな。おうおうおう、ちょっと写真撮ろうぜ。奥の手を、文明の利器をね、うん、使っていくから容赦なく使っていく。よいしょ。よし、次だ。シャッター音。で、これを見比べて、1,2,3,4,1,2,3,4,5。あー、わからん。早速積んだぞ。なんだ。1、2。さっきなんかアドバイス言っててくれてた気がするけどね。なんだったかな。ハズレ、そりゃそうだ。です。知ってるよ。あれ？え？あ！なんだ？はい、間違えました。
君は誰？心じゃないの？似てる？違う？バイバイ。ええー、3回間違えたらダメだわ。怖っ。マジかよ、ごめんって。そんな。ごめんって。待って、これ世界入るところからか。やべ、ちゃんとセーブしとけばよかった。うん、これは、カットです。セーブして、うん、これで安心。再チャレンジだ。よし、はい。やあやあ、読む看板。二つの道はよく似てる。でも道の先は少し違う。どこが違うの？数字で教えて。どこが違うの？1、2、3、4、5、6。1が違うよね。ね。読んだ？ん？教えてね。分かったら読んでね。待ったはなしだよ。はあ、もう一回聞いてもわからんかったな。うん、でも1が違うよね。でも1入力しても違ったよね。ね。どういうこと？ん？横に並べてみれれば分かりやすいのにな。横に並べてみたよ、さっき。見たよ、さっき。喋って。そう、ズルした。はい。はい。バイバイ。バイバイ。バイバイ。いやー、えげつねえな。攻略見よう。はい。攻略サイトを見ようと思います。見ちゃいます。ね。なんなんだろうな。悔しいな。ああ、そういうことか。え？なんだろう。物が変わってるとかじゃなくて、うん、キノコの色、紙くずの向き。キノコの色？色とかそんなわかる？色？知らねえ知らねえ。紙くずの向き。3の部屋のキノコの色が違うって。ここの部屋か、右上 の, キノコのちょっと濃くなってんのかな。ああ、そんなの分かんないよ。分からん。紙くずの向きって何？6の部屋の紙くずの向きが違うみたい。そこの向き、うん、待って、写真と見比べ。普通に間違い探しだった、ね、何か仕掛けがあるのか。ああ。ちょっと濃いんだ。へえ、知るか。向き？向き？あ、地味に違う。この部分。いやー、嘘。そんなの分かるわけない。分からん。難易度高すぎ。で、ということは、うん、136ってこと？そう。はあ。知らないって。1、あ？うん。あ、間違えたわ。13、あ、間違えたわ。半額じゃない。136。はい。正解。正解。やった。これあげるよ。ありがとう。ああ、手ちょき入れ。手ちょき入れ。手ちょき入れ。ここは森の奥か。ああ、リックバージョンかな、これ、うんうん。帰ろう。僕は大丈夫だけど、あの子は暗いところは苦手だからな。また気持ち悪いって言われるのかな。あの魔女はどうしてあの子をあんなにいじめるんだろう。悪い魔女はやっつけないとな。魔女。ポッキーみたい。リックいないね。なんかポッキーじゃないこれ。ポッキーじゃないの。え、ポッキー。ポッキーだ。ねえ。リックはね。いつも私が寂しい時にお話をしてくるべばだ。もうダメだわ。ダメだ。リックはね、いつも私が寂しい時にお話をしてくれるの。私が体験してないことをいろいろ教えてくれるの。でもね、いつも少し悲しそう。お話ししてる時は楽しそうにしてるのよ。どうしてだろう。アレンには大切な人いる？わからない。あ、アレン、記憶がないんだっけ。やっぱりか。ごめんね、悲しいこと聞いちゃった。おい、おい、急に来る。来るね。探し物？その声好き。君とは初めましてだね。
ハロー、アリス。私の名前はレティよ。アリスじゃないわ。いや、君はアリスさ。僕がそう言うんだからね。ま、今は横にスルー。お探し物はこちらかな。なんか死んでるけど。リック、リック、うわ、リック。ずいぶん美味しそうにしてたからもう食べようかと思ったがね、やっぱり完全に潰れてからじゃないと、しかも2つ分あるなんてね。ワンロックトゥーバードっていうの。じゃあやることやったからな、また夢で会おうぜ。あ、消えた。リックもいいよね、手つないでおくからね。どうしちゃったの。死んではないのか、怪我してるだけ。生きてる、生きてるけど、あ、なそれ何、うじゃうじゃみたいに、うじうじなってる。あ、ついてきてる。何、あれ、なんかいる、何個かいる。あ、ほんとだ、ゴケブリ。なんだ怖っ、なんだこれ。ヒロヒロ、ああ、バツバツのかけら、なんか1個動いてる。あ、なんだこれ、消えた。あら、なんかホイップクリーム動いてた。なんだよ。怖、何、あ、待って、家も変わってない。ほんとだ、お菓子の家。あら、ポッキーが刺さってる。怖い。お菓子の家。あちち、あちち、あちち、チョコレート出てきてる。私チョコレート大好き。お菓子でできた。メルヘンな感じするけど BGM がすごい不穏なんだよね。怖いね、なんかいろいろ。ゴキブリかそれ。なんだ、潰してやる。動物の森。マザーグースはまあいいや、うんうん、さっき読んだから。クッキーでできている、チョコレートでできて。なんか部屋の構造変わってない。ここにベッドあったよね。うん、うん、雨の甘い香り。うん、鍵、あ、鍵だ。あ、世界の鍵、世界の鍵、やった。別の世界に行けるのか、うん、このお家私のお家にそっくりだけど全部お菓子でできてるのね。夢みたい。後でちょっと食べてみてもいいかな。先生いた、生きてた、生きてた。鍵動かないで、甘い、甘くて甘い。どういうこと。痛い痛い痛い、お腹すいた。あ、何、何、何が起きてんだ。全然読めない。なんかいるぞ。なんだ、わからん。セーブしよう。怖い怖い。はい、ヤッホーバイ、ヤッホー。なんだ、なぜ帰ってきてるの。誰、いつもあなたが知らない道の奥へ置いていくのに。ここにいたって私はあなたを大切にしないし、傷は増えるだけなのに、どうして帰ってくるの。これやだ、リック。またその名前、リック、リックって。あなたはいつも誰と話をしているの。ここには私と夫とあなたしかいないのに。お母さんか。気持ち悪い。うわ、いるよ、ちゃんといるよ。どうして、なんで、ごめんなさい。でもごめんなさい、ごめん。うわ、魔女め、悪い、どういうことだ、魔女め。リック乗り移った、これ。いつもいつもいつも、どうしてこんなこと。レティは僕が守る。おこの、レティの前に出たらなんかやられそう。はあ、体当たりか。なんだこれは。はい、どん、あ、え、やべ、おか、おか、おか、やべことしたかも。あ、あ、え、いいの？レティも消えちゃった。合ってんのか。わかんないぞ。え、なんか燃やしちゃったよ、お母さんのこと。どういうこと？手帳の切れ端。わからん。何が起きたの？
お腹が空いたわ。お家やお洋服が甘いお菓子になればいいのに。そうすれば家族みんなご飯が食べられるわよね。ヘンゼルとグレーテル、なんかぽいね。でもチョコレートはすぐに溶けちゃうわ。ダメね。ぽいよね。なんかいろんな絵本の話が出てくるらしいから。あ、全部燃えちゃった。僕が全部引き受ければあの子はずっと笑ってます。僕はあの子が好きです。でも僕はなぜ生まれたのですか。先生はペットも2つ、あ、ペットじゃない、ベッドだったこれ。先生はベッドも2つ、僕の服も用意してくれました。でもこれで正しいのですか。僕がいるからいけないのでしょうか。先生、子は、の、け、ぼ、は、のでしょうか。最後の方は文字が滲んでいて読めない。何？あー戻った。あー、鍵ゲットしたからまた別のとこ行けるのか。そうだね、うん、じゃあちょっと今回これくらいにする。いやー、なんだろう、不思議なお話ね。不気味だけどやっぱ興味をそそるね。はー、ということでまたじゃあ次回はやっていきましょう。お疲れ様です。お疲れ様でした。バイバイバイ。